幻想的ワルツは、ミハイル・グリンカが1839年に作曲した、ワルツ。原曲は、ピアノ独奏曲であるが、現在では、還元楽曲として有名である。1839年当時、グリンカは妻であるマリア・ペトロブナとの結婚生活が破綻し、オペラ、皇帝に捧げた命の成功により任命された、宮帝合唱団楽長の職も、上司である。 監督官、アレクセイ・リボフとの関係が円滑ではなく、仕事への情熱をも失い、自宅にほとんど戻らず親しい友人の家を泊まり歩いていた。この時、知り合ったのが、エカチェリーナ・ナケルンという若い女性で、グリンカは、聡明な彼女に夢中になり、彼女のために、いくつかの作品を作っている。このワルツもそのうちの一つで、ピアノ曲、ワルツとして発表され、 エカチェリーナに検定された。グリンカのピアノ演奏により評判になった。この曲はウィーンからサンクトペテルブルクにやってきて指揮者として活躍していたドイツ人のヨーゼフ・ヘルマンが還元楽に編曲しパブロフスク駅の演奏会で盛んに演奏したためパブロフスクのワルツと呼ばれて有名になった。グリンカは1844年にロシアを離れパリに向かったが 1845年4月10日にパリで行われた演奏会のためにこの曲を自身で編曲し直し、ワルツ・スケルツォの題名で演奏している。その後、ヘルマン編曲版もグリンカの最初の編曲版も失われてしまったため、グリンカは亡くなる前年の1856年に再度、還元楽編曲を行い決定版とした。 この版は1856年4月5日にサンクトペテルブルクで演奏されている。後年、グラズノフやチャイコフスキーらが作曲したワルツの原点とも言うべき作品である。グラズノフは1913年にミハイル・レール・モントフの儀曲仮面舞踏会のフズ音楽を手掛けた際、幻想的ワルツを劇中で使用している。セルゲイ・リャプノフによるシデレン弾用の編曲も 知られている。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、バストロンボーン、ティンパに、トライアングル、言語オブロ単調、ロンド形式。力強い人思想の助走の後、バイオリン、木管で、ワルツ主題 A が奏される。短い計画を挟んで、一旦結句となった後、流霊な主題 B が現れるが、再び A が登場し高揚する。 次に、主題 C が現れしばらくそうされ、もう一度 A が顔を出した後、ホルンに新しい主題 D が登場。後半は、弦のスタッカートがリズムを刻む。続いて、主題 B が再びそうされ、主題 A で一旦締めくくる。その後、トライアングルを伴う軽妙な主題 E がしばらくそうされた後、最後は、主題 A を振り返り力強く終わる。 演奏時間は7分から9分。ロシア帝国国家、神よツアーリを守りたまえの作曲者、アレクサンドル・プーシキンに多大な影響を与えたアンナケルンの娘。ただし、出版の際の楽譜には、グリンカの儀亭への検示が印刷されている。この編曲版は、ワルツ・メランコリークという題名だったが、グリンカも絶賛していた。アラム・ハチャ・トゥリアンの証言。 ユゼフォービチ P82 から83ありがとうございます。